僕の知っている限りのセールスライターの業界のまあ裏側から全てですね、お伝えしたいと思います。セールスライターの仕事の中でも向いてる仕事と向いてない仕事はあるよっていうのは僕は思ってます。できれば自分の特性を理解して自分の強みのところで勝負してほしいなと思ってます。じゃあリードは何なのかっていうと、リードは完全無料で情報提供することです。これは、こっちから営業に行くんじゃなくて飛び込みするんじゃなくて向こうからちょっと相談してほしいんですけどって来た上で提案して、まあ、お仕事を取っていくってやり方、この3つがまあ代表的なやり方です。金持ちライターさんはクライアントに10倍の価値を提供します。リボライターさんは自分が食いたいので、すぐに自分が食いたいので投下効果します。皆さんがこの世界で生きていくために必要なのは、今この瞬間やると決めてやり続けるだけです。